ことが引き出しとか分かってこい。ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。よう、何か進展あったか。教令会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか。俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生、12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間、羽村が久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。ん？久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろ羽村の頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。分かった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。八神さん、真冬と話したんですよね。ん？ああ、話したけど。真冬、嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。ああ、そう。でも寂しそうにも見えました。え？なんで？なんででしょう。それじゃ。
よし、かっ飛ばす。よし、よし、かっ飛ばす。かっ飛ばす。よし、
よし、かっ飛ばす。よし、かっ飛ばす。よし、かっ飛ばす。
心配だ。これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで川村署に向かってくれ。分かった、どうも。いらっしゃいませ。それでは出発いたします。俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです？裏口から叩き出したって言ったろ。じゃあその前は？はあ？10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと？いや、あの久米って野郎なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてね。本当ですか？それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますだぞ。何か俺らに隠し事があるんじゃないですか？何もねえよ。例えば真犯人をかばってる。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠があればこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っておく必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。俺がもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです？さあな。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。
よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してる。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな？アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか？ん？いくら？とりあえず3万。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。つまり？情報屋だよ。闇でサツの捜査情報なんかを横流ししてんだ。何か使える情報があるかもしれねえぞ。なるほど、汚職警官か。綾部ってデカだ。よくテンダーに出入りしてる。テンダー？ああ、奴に会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。マスター、ちょっといいか？おう、なんだい？綾部ってデカ、知ってるだろ？ああ、でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか？まあ、ね。タイミングが悪かったわ。大丈夫。来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ。飲んでいきな。一杯。店のおごりでいい？ん？なんで？前に来た時、お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ？覚えてるか？そうだっけ？それで？その仕事、やっぱキャンセルするって言われちゃってな。聞いてみたらなんか、ヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか？そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。ほら、例の目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザって羽村の頭だよ。驚きだろ。3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。12時とかもう少し遅い時間だったかな。
それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部。あとは当人に聞いてくれ。そいつの名前は？セイヤって呼ばれている。天下一通りにスターダストって店があるだろ。そこのホストだよ。スターダストのセイヤだよ。羽村の頭に殴られたってのは。詳しく聞きたきゃ本人に聞いてみな。ちょっといいか。え、何ですか？この店に勤めている聖也ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか。聖也さんですか？ああ、今いないですね。なんだ、休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴ってことはどこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。聖也さん、いい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるか分かるか？いや、ちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そっか、分かった。ありがとう。ああ、つくもか？八神氏、今度は何の用ですかな？ああ、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか？いいですが、何を検索するのでしょう？そうだな、スターダスト、聖夜で頼む。ああ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました。少々お待ちくだされ出ました、出ました。今八神氏の画面にも出しますぞ。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな？そうだな、おお、結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっと行ってくる。
ありがとな。この程度ならお安いご用ですよ。いいかな。何？君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？あ？聖夜？あいつが何だって言うのよ。いや、ちょっと聞きたいことがあるんだ。この辺で女性と同伴してるみたいなんだけど。嘘でしょ？私との約束すっぽかしておきながら一体どこの誰と同伴してるって言うのよ。あ、いや、君がその相手じゃないんなら別にいいんだ。よくないわよ。ちょっとどういうことなの。悪い、俺急いでるから。いいかな。何ですか。君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？あなた、聖夜君のこと知ってるの？聖夜君は無事なの？同伴の約束してたのに全然来ないから、もうすごい心配で心配で。は？俺はただ彼がここらで女性と同伴してるっていうから探してるだけなんだけど、その君とじゃなかったみたいだな。え？何？聖夜君、誰かと同伴してるの？そうらしいけど、まあ、なんだ、あまり気を落とさないで。ああ、よかった。聖夜君無事なのね。事故にでもあったのかと思っちゃった。聖夜君楽しんでるのかな。彼が幸せなら私も幸せ。ちょっといい？スターダストの聖夜ってホストのことなんだけど。あ、何？あなた、お店の人？え？いや、違うけど、ちょっと彼のことを探してるんだ。君、彼と同伴してたりはしないみたいだな。な、何よ！まさか私が聖夜君にすっぽかされたって言いたいわけ？彼、支度に時間がかかってるだけなんだから、ちょっと待ってればすぐに来るわよ。
ちなみにどれぐらい待ってるんだ。あ、ごめん。それじゃ。八神氏よ、聖夜氏というホストは見つかりましたかな。いや、3カ所全部回ってみたが空振りだった。そうですか。でしたらもう一度やってみます。え、いやもういい、違う方法を考える。まあそう言わずに、あれから時間も経ちましたし、きっと新しいつぶやきがありますぞ。そんなちょっとで変わるもんか。まあいいや、それじゃあ頼む。ではひとまずさっきと同じワードで検索してみましょう。ほら、新しいのが1件ありますぞ。八神氏の画面にも出しましょう。時間も1分前ですし、これはかなり有力っぽいですぞ。よし、行ってみる。助かったよ、つくも。お安い御用ですとも。加減にしろや。なあ、君が聖夜か、スターダストの。え、デート中に悪いね。少しいい？ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。店の外でいいですか、八神さん。なんだ、俺の顔知ってたのか。ええ、八神さんのことはテンダーのマスターから聞いてました。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。ヤクザに殴られた仕返しがしたいって。ええ、八神さんならなんとかできるかもって。元は敏腕弁護士で、探偵なのにヤクザとも対等に口が聞ける、カムロ町じゃ知られた人だってマスターに聞いたから。へえ、そんな風に言われてんだ俺。あとこれは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。それで殺人犯を無罪にしたこともあったんでしょ。あれ、僕なんか変なことを言いました？いやいいんだ。それより
羽村の頭に殴られたって。ええ。日にちは？12月3日の夜です。あのヤクザが事件を起こした日なんでしょ？間違いないのか？うん。俺は今羽村の弁護人に雇われて事件を調べて、君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか、僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ。頼む。有名人に頭下げられちゃね。オーケー。八神さんに嘘は言いませんよ。羽村に会ったのは夜の何時頃？12時頃かな。ピンク通り裏の九州一番星ってラーメン屋の前で。結構寂しいとこ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった？うん、そうだね。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんで羽村に殴られた？そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ向こうはかなり酔ってたみたい。僕はその時一人で、羽村は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだよね。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。歯のかぶせ物？その後歯医者には？ん？次の日すぐ行ったけど。じゃあ診療記憶が残ってるな。証言の裏が取れる。ああ、そういうことか。で、君を殴った後羽村はどうしてた？ふらふら歩いてサウナに入ってったよ。ほら、さっき言ってたサウナ御殿。12時頃君を殴ったその後、羽村はサウナ御殿に入っていった。うん。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。今の話法廷で証言してくれって言ったら頼めるから。 OK だよ。八神さんにはオンときたいし、テンダーのマスターもオンに来てくれるよね。分かった、伝えてくる。待った。あともう一つ、羽村と会った時周りに防犯カメラ、もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。さあ、それは分かんないな。いちいち気にしてないし。そっか、ありがとうな。また連絡する。うん、それじゃ。
もしもし。よ、カイトだ。綾部には会えたか。いや、でも羽村に殴られたってホスト見つけた。ん？なんだそりゃ。羽村のアリバイを証明できるかもしれない。本当か？事件当日の12時頃、聖夜ってホストが羽村に殴られた後、サウナに入っていく姿を見てた。場所は九州一番星のあたり。もしその辺に防犯カメラがあったら何か映ってるかも。今そこに向かってる。おい、そのあたりって KJ 跡が近いな。教令会に見つかったら厄介じゃねえか。そんなの言い出したらどこも歩けなくなるよ。まあそうだな、被害ね。そこのお前、見た顔やな。おお、村瀬、奇遇やの。こないだの礼にたっぷり痛めつけたる。おお、このガキ会社に引っ張ったるや。いや、急にこれはちょっと。ターボ、カイトーさん、邪魔すんな。僕どこ行くの。なんだおら。いや、なんかすげえな、あんた。早く手伝え、タボ。確かに。お前ら、おとなしゅう往生せえや。
収穫はあったんだろうな、タボ。多分な。ほら、あのカメラ。あれにホストを殴る羽村が映ってれば、アリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。映ってなかったら？そんなの考えたくもないな。何が映ってんのかお楽しみか。必要なことは全て映っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内にとどまっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか？警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった？ええ、私は確認していません。何にせよ、実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか？はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。証人、どうしました？僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。何があった、聖也？僕、証言できません。ごめんなさい。だからなんでだよ。今朝まで全然そんなこと言ってなかったろ。さっき電話がかかってきたんです。電話？僕には妹がいて、その携帯から知らない男の声で電話が。そいつは凶霊界の村瀬だって。八神さんにそう言えばわかると。村瀬が証言するなと言ってきたんだな。はい、もし証言すれば妹の帰りが
いつになるか保証できないって。わかった。おい、どうすんだよ八神。警察に相談するか。海藤さん、八神だ。今から京麗会の刑事アートに行く。証人の妹が人質に捕らえた。手貸してくれ。どうする気だ。裁判は始まってんだぞ。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。お、できるだけ時間引き延ばしてくれ。聖夜が証言できるように必ず俺が何とかする。巻き込んだのは俺だ。妹さんは絶対無事に返す。約束する。時間引き延ばせっていつまでだよ。海藤だ。 KJ アートに着いた。お前は？近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ、ビル中のブラインドが降りてる。中の様子がわからねえ。本当に人質はここなのか？相手は関西の京麗会だ。そういくつもこっちにアジトはないだろうし。それに。それに？隠したいものがあるからブラインドが降りてるんじゃないか。聖夜の妹がそこにいる可能性は高いよ。なるほど、そりゃ怪しいな。わかった、俺はこの間のとこで待ってる。 KJ アートを見下ろせる屋上だ。いいな。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？まず強行突破はなし。敵の数がわからないし、人質を盾にされる。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか。ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ。いい作戦を立てといたぜ。へえ、どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。まあ、で、目を引くって何やんだ？それは、そん時がクリアわかる。ただまあ、
お互い体の張り時だ。うん、なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。分かったよ。俺は侵入口を探す。見つけたら合図する。いるか。元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞ、こら。おお、上等や。そこまで終われ。逃げんなよ。行け、タボ。今がチャンスだ。分かった。死ぬなよ、怪盗さん。度胸しとるの。よう逃げんかったやないか。我も終わりや、クソガキや。なんだお前らは。村瀬を出せっつってんだよ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。少しだ。よし、開いた。難しいな。もう少しだ。さらった子どこだ。知らん。俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ、なんだよ、使えねえな。とりあえず上に行くしかないな。
少しだ。開いた。ここでしまいにする。しばらく寝とけっての。まだ元気があるんなら、いろいろ喋ってもらおうか。村瀬はどこだ？そんな知るか。大方、女と一緒におるんやないか。まあそうだろうな。さらった子はどこだ？上や。応接室におる。応接室だな。素直で結構。組員は他にどれだけいる？へへ、さやな。50か100か。
どの道お前は袋のネズミや。生きて帰れると思うなや。ほざいてろ。応接室の扉の暗証番号は？言うわけないやろが。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370だな。ありがとうよ。セイヤの妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。ヤガミ？やろ、いつの間に。その子解放しろ。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けどそれじゃ言い訳にならない。縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたね。クソ。おう、このガキ口きけんようにしとれ。Oh!
行こう。そこにおれや、八神。村瀬さん、なあもういいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。クメをやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら、クメは誰がやったんや。それはまだわからない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。何やと。事件の夜、クメはアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに、クメはアムールから解放されなかった。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目はえぐり出した。筋は通っとるな。羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん、大の大人が何人も集まってやる仕事か。うん、分かったわ。行けや。今日は探偵さんの度胸を褒めといたる。どうも。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人、いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが、初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。大体2年です。そのわずか2年の間に、あなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか。それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え、相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならば、やはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に、先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね。
ケンジ。え？ええ。そして行っていたのは、防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますか？え？いや。だとするとおかしいですね。ケンジは先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか？嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしもケンジがここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか？あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にも面つってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。八神さんですよね。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか？あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようが
あんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族。彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です。2018年、神室町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵八神隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名をつけた。神室町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。この間の組以外にあと2人、全員教令会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。でもあいつはそのことをまんまと隠し切ったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は教令会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。マシバはどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃ調べようがないな。
なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。やれるかどうかじゃない、やるしかないんだよ。出なきゃコケにされたままだ。なるほどな、わかったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天海地通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あ、綾部のことか。警察の情報を流してくれるんだろ。俺らにはモグラの捜査資料がいる。わかった、聞いてみる。よろしく。
すいません。ん？すればいいんだろう。もうどうしよう。ればいいんだろう。もうダメだ。え？お願いします。え？
これは。もしもし。あ、おい待て、そこ止まれ。いや俺は上等だよ。
期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと？何がサンキューだこの野郎。それじゃ。あれがカムロ町の窃盗団か。なあ、いい加減にしろや。時間食っちゃったよ。
しろ。あの、うん、八神です。おい、八神さん。あの、八神さん。
いらっしゃいませ。ん？はい。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。お願いします。やめときなんだ。
ったく、時間食っちゃったよ。お任せあれ。承知しました。見えてきましたぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
八神です。仕方ねえな。いい加減にしろや。やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に、金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流。カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ。ちょっとかっこよくないですか。あの八神さん。ん？実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ。どんな仕事？今来ているのはこちらの案件です。依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。わかった。いつも助かるよ、沙織さん。よう、お前まだ何か探ってんのか、この間の事件。ええ、何かまずいですか。いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろ。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやり取りは。新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあどうぞ服部さん、狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。忘れてた。あ、今新谷が取材受けててよ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無
現在まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります。俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。もしもし。
え？残念だったね。やっと温まってきたよ。しばらく寝とけっての。もしもし。
お。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。既読ついてるのに返事ないわね。
はい。